こんにちはロハス TV の時間がやってままいりました、えー、今日はですね、本当に不思議な、えー、3D カバラのですね、えー、丸山先生がついにその中でもですね、えー、最高峰の、えー、カバラを、えー、出したんですね。それが、えー、主服の稲剤ダヴィンチキューブメサイヤっていう、こういったあの形状をしたものですね、えー、これを、えー、発売し始めました。 本当にですね、どんなものかっていうのが手に入りましたんでちょっとお知らせしますね。でその前に丸山先生はですね丸山アレルギークリニックっていう病院の院長先生をされておりますそして西洋医学だけではなくてですね何か薬を使わなくて治す方法はないかということでいろんなものを発明をしております。 その中で、えー、色と、えー、形状の力で、えー、体を良くするようなそんなようなことも、えー、非常にですね発明品としてございます。その中にこういった「えー、モナリザ」っていうねこれに出会いまして、えー、ダ・ヴィンチが書いたものなんですけれども。 なぜこの「モナ・リザ」が非常にですね500年の時を経ても人気が出て人を集めたりですねその魅力は何なんだということを調べ始めましたそして「モナ・リザ」の秘密が非常によく分かった中でこの絵の持つエネルギーっていうのも調べ始めたんですねその中にはまたこの本を読んでいただいたらいいかと思うんですけれども 胸ナナの中にはいろんな隠されたあのメッセージまたエネルギーメッセージっていうのがあることが分かったんですね。で、えー、丸山先生はその、えー、医学のお医者さんとしてですね、えー、この本を書,書いております。まあ、この辺りの、えー、研究をしてそしてこちら、えー、ダ・ヴィンチ、えー、のですね えー、私服の稲剤ダ・ヴィンチキューブメサイアっていうのを開発したんですねこれはちょっと読ませていただきますとですね「えー、メサイアは、えー、キリストなどの救世主を表しその名の通り持つものを無常の私服の稲剤に、えー、なさいますと」と無限に広がることのできるこの図形を立体化したこの図形は宇宙そのものを表し非常に高いエネルギーを持ちます。 この高いエネルギーに魅せられた方は、メサイヤを持つにふさわしいエネルギーの持ち主です。えですからね、えー、これを持つ方は、これを持つに値する素晴らしいエネルギーを持っているというような、そんな方なんですね。えちょっと分かりにくいかと思うので、えー、このライトですね。これを、えー、ちょっと当ててみますね。どんなものか、メサイヤっていうのはどういう、分かりますかね。こういう形。あ わかりますね。本当にすごい細かいでしょ。これをですね、こう回していきますね。回していきます。ね、こういうふうな形で本当にすごいすごいですね。細かいです。ほら細かいです。めちゃくちゃ細かいです。ね、細かいものがすごい入ってます。 ほらこういう形ですね。こんな形で、えー、メサイア、えー、ダヴィンチキューブのメサイアでございます。非常に綺麗でございます。えー、これをぜひね、えー、お部屋、または、あのー、持ってね、えー、なんか、こうやっていただければと思っております。それと、これなんかはですね、こういうふうな使用、痛いとことかですね、えー、エネルギーが滞っとるようなところに、えー、ちょっとわかりますかね。 こうね、えー、やっていただくとあのー、こういう頭痛がするとか手首が痛いとかエネルギーが滞っとるとこに流してやるというようなこんな使い方もできますよ。是、え、非、ー、ね、えー、このダ「ダヴィンチキューブメサイア」えー、これをね、えー、ご自宅の方に、えー、一つ自分のアイテムとしてですねお持ちください。 このモナリザパワー、えー、これを、えー、身につけてやったらどうかなと思いますそれではさようなら